日本埼玉県埼玉市見沼区東宮下東宮下、交差点東宮下は、埼玉県埼玉市見沼区の町名及び大座現行行政地名は、東宮下1丁目から、東宮下3丁目及び大座東宮下。住居表示未実施地区。郵便番号は337-0012。本校では、同地域に、 かつて存在した北足立郡東宮下村についても、記す。埼玉市見沼区東端部に位置する。西で、新津津見、東門前及び風渡りのに、北で、宮ヶ谷等に、南で大谷及び膝湖に、東で、岩月区、河倉及び道谷に下に隣接し、大胸や瀬川の右岸に位置する。町域の中央部に、大宮大地が、南北に細長くある他は、 主に定地となっている。埼玉県道65号埼玉佐っ線が縦断し、南部を埼玉県道105号埼玉鳩ヶ谷線が通過する。住宅地と農地が混在し、おおむね埼玉県道65号埼玉佐っ線伊東が、東宮下1丁目の3丁目で、その他が大座東宮下である。また、 三沼大洋水島園の直下には活断層の綾瀬川断層が存在することで知られている。かつては、武蔵国足立郡南部領。古くは、フットの合堀崎層に属していたという。江戸時代初期、寛永年間に、フットの村から分村した、宮下村が前身宮の下、宮の下とも称した。同時期、東村から、中里村が一旦分村したが、 元六期には東村に含まれ小技となっている。村高は、昭法年間の、武蔵国田園坊では338国余り、元六号町では529国余り、天保号町では691国余りであった。スケ号は、日光大成街道岩月塾に出役していたが、道大門宿や中仙道大宮塾にも、大出役していた。 火星期の世帯数は67件で、村の規模は、東西10町、南北12町余りであった。地理的に河川に近いため、たびたび堤防の決壊被害や大水に見舞われていたという。諸説あるが、宮下村の朝、原口の氷川神社の南に、寺宮の下に今はなき奉公院が存在した、このお寺の下に位置したことから。 2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。